あーん、パッキング。こんにちは、サクヤでございます。サザエでございます。今回はですね、アンパッキング、2週間ぶりくな、もう2週間ぶりに実況してみたいになってるけど、そんなことないからね。そういうわけじゃないから。アンパッキングは2週間ぶりですね。やっていきたいんですけど、もう大体恒例になってるよね。2週間ぐらい経ったら新しいアンパッキング出るよ、みたいな。そんな感じのね、風潮になってるんですけど、まあ、とりあえずね、あと1個言わせてほしいのが、アンパッキング自体はね、ほんわかしてて、すごい俺安らぐんですけど、やってて。ただちょっとね、喉の方がですね、めちゃめちゃ痛くなるんですよ、このゲームやり終わった後、毎回。そこだけが空です。そこだけが。俺の声帯が弱いせいで、アンパッキング何も悪くないのに、俺の声帯が悪いせいで何時間も喋ってたら、喉がめちゃめちゃ痛くなるっていうね。さあ、やっていきましょうか。今回家具が多いんでね、2時間ぐらいかかるんじゃないかなと思います。一回り見た感じですね。家具は置いてないですね、ほとんど。この、なんつうんだろう、引っ越してきたばっかりみたいな感じな。毎回ね、先にこう貼ってたりするのよ、写真とかちょろちょろね。なんだけど、今回は全部取り出すみたいな感じだから、全引っ越しみたいな感じなのかな。なんだ全引っ越しって。何全引っ越しって。まあ、とりあえずやっていきましょうか。これ1個手前のやつからやっていきましょう。1個さんからやっていきましょうか。さあ、久々見たねー。このササミニクちゃんね。やっていきましょうか。おっと、待って、新しいものが出てきましたね。おっと、何これ。ベビーシッターみたいな感じ。こんなちっちゃくないか、ベビーシッター。え、何これ。あ、なんか壁にかけられるみたい。なんか今回の部屋おしゃれじゃない？すごいおしゃれな気がするんだけど。俺だけかな、それ感じるの。ひとまず、これさ、どこら辺、これが何なのかが分かんないんだよな、俺。とりあえず壁にかけるものだけは分かってるんだけど、まあ、ひとまずここ置きます。アイシングクッキーみたいなやつ置きます、とりあえず。腐ったアイシングクッキー置きました、壁に。あー、来ましたね、ウクレレ。ウクレレとかも、ウクレレはどこら辺置こうかな。寝る部屋とかをやっぱ置くのが定番だよね。なんか立てかける場所が俺は個人的に欲しいなと思うんだけど、まあ、この辺置いとくか。で、ひとまずここの整理をしていきたいんで、おっと、あ、これは A かけるやつですね。 A かけるやつのはずなんだけど、なんで音符なの、どういうこと。楽譜置く台、いや、こんなんじゃないよな。まあ、とりあえず置いといて、でもこれもさ、ここの部屋じゃなくない？ここの部屋にする？この辺とか、ひとまず置く？この辺に。で、あ、出ましたね、これは。あー、ウクレレ練習するやつね。あー、でもこういう本類はやっぱりさ、この辺に置きたいよね。この子ね、本がめちゃめちゃ多いんで。あー、これもうノートブックとかね、音楽のノートブックっぽいですね。メロディーがついてたんで。んで、この辺、これは何だろうね。あ、これゲーム、これゲーム。あ、サムスじゃないこれ。あ、待って待って、サムスでしょこれ、サムス。これ、こっからビーム出るんでしょ、ブーみたいな、トウモロコシみたいなビーム出るんでしょ。とりあえずこのサムスを、サムシングクッキーをこの辺に置きます。ほら、裏面とかそうだもん、これ説明書書いてあって、画像とか貼っつけてある。2980円ぐらいで売ってそう。あ、終わったね、1個目。まあ、ちっちゃいからね、1個が。どんどん開けていこうかな。ちょっとやってみたいことがあって。贅沢。これ開けれる？あ、開けれないか。贅沢な開け方だな。まあ、とりあえず行きましょうか。出ました、このなんかもうサイコロ、サイコロ。これで毎回俺わかんないんですよ、なんでこの子がこれを気に入ってるのかがわかんない。ひとまずさ、これもう相当大事なんだろうね。もう相当大事なものだから、でも、常に見る方がいいのかな。大事にしてるっぽいんだよな、でも。寝る部屋置く？寝る部屋のさ、どんなとこ置いてんのって話だけど。でもさ、あれさ、ずーっと持ってるのよ。石みたいなやつ。ブランドもの石みたいな。だからあれは大切なものだと俺は判断して、なんつうんだろう、引き出しとかにはしまいません。よし。あ、これフィギュアですね。なんか可愛らしいフィギュア。ごめんね、なんか画面がやばくなったね、今。あ、なんか、あれ？これのなんかモノトーンみたいなやつは持ってなかった？これのさ、白黒みたいなの持ってたよね。自分で塗ったのかな？この子ってさ、結構美術系だからさ、ゲームもやるけど、音楽もやり始めて、もう何でもできんじゃん。何でもできんじゃん。俺、ゲームと音楽しかできねえもん。あ、歌は一応ちょっと歌えるけど、まあ、うん、ほどほどにできるって感じですね。なんで俺の説明がいるんだ。俺の説明どうでもよくない？
どうしよっかな。どの辺に置く？フィギュアコーナーみたいなの作りたいんだよね。とりあえずど真ん中にバーン置いていきましょうか、これ。なんか静江の二等身大フィギュアみたいな。これは何でしょうかね。これは、うん、わからんな。とりあえず、まあ、本類はさ、大体この辺置いとけば大丈夫なんじゃないかなって思います。ああ、これは、あれですね。ロボットみたいな感じ。ゲームじゃなさそうなんですよ。え、ゲームか、これ。ゲームなのかな？わかんない。あんまり判断がつかないんだよね。でも、ゲームっぽいな、今見たら。本棚に置くのはおかしい気がする。何これ、かわいくねえわ。ちょっと待って、これかわいくねえわ。全然かわいくねえわ、かわいいって言ったけど。え、これは、裏面見たいんだよね、俺。裏面見たらゲームか、ちょっと判断つくんだけど。あー、ゲームっぽいね。だからこれもゲームのところに置きましょうか。なんとなくゲームな気がする。これは？これも、これゲームか？なんかもうわかんなくなってきた。あれ？これ持ってたんだよ。持ってたんだけどゲームの可能性あるよね。これ3みたいな。トイストーリー3みたいな感じ？もうわからん。もうわからん。ドット絵だからすごくわかりづらいんですよね。あのね、しっかりできてるんですよ。その絵自体はね。アンパッキングって、細部までこだわってるから。ただやっぱドット絵になるとわかりづらいんだよね。別にディスってないからね。うん、なんだこれ。ほら、これなんかね、なんとなく伝わるときと伝えないときがあるから、結構ね、これゲームなのか本なのかっていうときがね、結構あるんだよね。んで、あ、これもゲームっぽいな。なんか、裏面見たら結構ゲームっぽいってわかるね。意外とね。これ DS のゲームかな。こんな感じ？あ、これは、これ、わからん。ね、柔道でもしてんのこれ。柔道でも。髪の毛ちょっとしか入ってない柔道。あ、これはどうだ？あ、これはでもなんか、本っていうよりさ、あれな気がする。説明書？ね、本じゃん、それ。さあ、とりあえず置きまして、OK、終わりましたね。これでかいの行きたいんだけどね。これでかいの行きたい。テレビ。あ、ちっちゃいの出た。これも、最初の家から持ってきてるよね。これもまあ大事なもんなんでしょうね。さあ、ガンガン。あ、わ、これ、このゴミ箱初めてじゃない？ゴミ箱どこ置く？すぐ捨てれる場所がいいよね。どうしよう。ニート距離に置く？ニート距離に。それとも、インテリア距離に置く？あれ、俺ね、椅子に座る横に置くことをニート距離って言うから。今作りました、ちなみに。で、これ、傘？あ、傘立てこれ。あ、これか、ゴミ箱じゃないんかよ。ゴミ箱じゃないんかい。傘立てね。あ、それだったら、でも外だと盗まれるもんね。この辺か。だったらこの辺ですね。この辺に置いて、OK。傘立てか。なるほどね。あ、え？あれ？これっておじいちゃん、おじいちゃんじゃねえよ。おじいさんが持つやつだよね。靴べらじゃないけど、なんでアイなんだ。とりあえずこの、なんつうんだろう、杖があるから、おじいちゃんがいるってこと、同居してるのかな？なんかこの子さ、彼氏と暮らしたり同居したりなんかよくわかんないよね。話がいまいちつかめないんだよね、俺。アンパッキング。照明ですね。照明か。照明ってでもさ、あ、待って、わかった。みんなわかった。ここに置くんだ。わかった。いいぞ。なんとなくわかってきてましたね、俺。なんか、諸見里さんみたいなやった。わかってきてますよね、って。たまに諸見里さん出るの、なんなの、俺。とりあえず、恐竜ちゃんね、かわいいよね、この子。この子可愛いんで、この子多分彼女なんですよ。彼女の彼女なんで、ここに置いて。あれ、待って。これさ、この流れ、アンパッキングくんじゃね？アンパッキングくんじゃね？これ。多分俺の予想、アンパッキング来る、これ。はい。あー、違うか。緑色のカエルちゃん。いやー、この緑色のカエルちゃんはですね、ここに置きましょうか。ぬいぐるみはね、だいたいベッドに置いたらいいですね。あー、可愛いや、ひよこね。この子もね、可愛いんですよね、ひよこ。どこに置く？ぬいぐるみってやっぱね、俺ね、ベッドに置きたくなるんだよね、どうしても。なんか朝ですよって感出したいんで、ここにひよこ。あー、割と悪かな、もうさ、茶色に茶色ってどうなんだろうね。何とも言えないな。ここに置いたら日焼けしそうだしな。どうしようかな。じゃあまあ、この辺に置きましょうか。さあ、次見開いていき、
ええどうした生まれる前生まれる前じゃん。なんならちょっと生まれてんのか、足があるから。えこんなのなかったよ絶対。これなかった、新しいやつだ。買ったのかこれ、アマゾンかなんかで買ったでしょこれ。すごいね、いろいろゲットしてる。あーかわいいひよこちゃんね。とりあえずひよこコレクションがですねめちゃめちゃ増えてますねこの子。なんでバンバン飾っていきましょう。こうやってめっちゃあるんですよこの子。これ好きなんだよねこれ。うわーこのシリーズめっちゃ好き。集めてんだろうね。いやーこれ、あ待って、あれなんかさあ他に人形いっぱいあったよね。捨て、いや捨てることはないか、今後出てくるのかな。とりあえずこの辺に置いて。いいねこれかわいいめちゃめちゃかわいいこのひよこコレクション。ひよこれだわ。とりあえず、やっていきましょうか。あリモコンね、大事ですよリモコンは。リモコン、うんここでしょやっぱここでしょ。んでこれはなんだ、 DVD かな。これはなんだ、ドラマかなんかかな。ゲームかドラマだと思う。ゲームかドラマでしょ。えどうだどっちだこれ。刑事もんでしょ、ドラマなん、いやドラマだとしたらここら辺に置くかな。いいんじゃない、あそれの振り分けができるわけがこれで。なるほどね、いいねいいね。これはもうドラマ剣かな。これな、何これもう何が何やら分かりません。なんで裏面見て、あこれはもうドラマっぽいね、ドラマ剣なんで、ドラマ剣置いて OK。 あーなんかいろいろ新しいの買ってるんで DVD も見出したのかな。あ出ましたねこれ、ハリーポッターですね。毎回俺の動画に出てくるよねハリーポッターって最近3連続でハリーポッターっていう単語が出てきてんだよな。とりあえず置いていきましょうか。おっと待って、黒い、あブルーレイじゃないこれ、ブルーレイボックス、ブルーレイボックス来ましたね。でこれ、うわーどの辺置く、これここに置くの、あここだ、ここ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 、オッケー。いや絶対ここ、絶対ここ以外ありえないから。でいいじゃんいいじゃんいいじゃん。でこれは、あーなんかカラフルなやつですねこれ。ちょっと裏面みたいな、裏面、あこれもあれっぽいね、あれっぽいなですね、あの DVD っぽい。んで次も行っていきましょう。これは、これも DVD っぽいね。どんなやつ、なんかあれかな、ヒーローものかな、わかんないけど。でも黒服だからあれかな、スパイファミリーかな。とりあえずやっていきましょうか。これは何これ、何これ、え何これ、わかんないなこれ、何がないやわかんない。とりあえずこれゲームっぽいな、これゲームっぽくない、気のせい、これゲームっぽくない、うわどうだろう、なんとも言えない。え一応でもさ、このボックスから出てきたから DVD の扱いにしとこうかな、一応ね。ゲームっぽいけど。でこれは裏面みたい、区別が分かりづらい、めちゃめちゃ区別が分かりづらいんですけど、まあうん、これも DVD にしときましょう。あちょっと待って、表紙見てないな。これでこそあれじゃない、なんかあの異世界飛ばされるみたいなね、あれね、はいアニメとかね、そういう感じですね。 OK やっていきまして、結構サクサクいっちゃいましょうか、今回多いんでね。これは何これ、受話器超昔の受話器みたいな、ゲットしたけど、これなんだろうな、わからんね。なんかよくわかんないものが量産されてますね。ぬいぐるみっぽいよね。でもちょっと質感がぬいぐるみっぽいから、この辺置こうかな。ひとまずね。あ、じゃあ、出た出た出たハリーポッターと賢者の石の英語は。あー、もうまた戻っちゃったじゃん。ちょっと待って。いや、もう来たでしょ、これ。ハリーポッターと賢者の石。もう絶対これ。これはもうね、置く場所俺決まってます。だいたいこういう分厚い本って、この一番下置くの。やりがちじゃない図書館とかでもそうじゃない、分厚い本ってだいたい下にない、俺の気のせいかな。とりあえずその感じ。あ出ました、韓国版ですね。あのこれはまあ皆さん見たことあると思うんですけど、ハリーポッターと賢者の石の、韓国版ですね。いいねいいね。さあ続いてミッキーでいきます。あーこれ日本語版来ましたね。これこのシリーズ結構好きなんだよな。色合いとかもさすごい綺麗じゃん、並べたら結構好きです。ああーいいですね。 3DS かなこれ。あ 3DS じゃない、でもなんかやっぱり色が微妙色が微妙い、めちゃめちゃ色が微妙いんだよな。あの別にさ、このスカイブルーだ
と青は別に悪くないんですよ。それ組み合わせが悪いっていうだけで。あー、また戻っちゃった。あのスカイブルー一面にすればいいのに、なんで青ここで混ぜちゃったの。やってんなこの DS。 とりあえずどの辺置く。この子ゲームすんのかな。いやもうこの辺でいい気がすんな。 DS 系はあんまり使ってない気がする俺の中で。はい、これはなんだ、これなんだろう、なんかあの紫色の焼きそばペヤングに見えた俺。これはどうだ、ゲームっぽいのかな。一応ゲームっぽいからここ置くね。一応ゲームっぽいから。あーこれもそうだね。なんかうわー、なんかあれかな、 DS の、あこれでこそ DS のやつじゃない。あこれでこそ DS のやつだ。みんな分かった分かった、これでこそ DS だわ。オッケーオッケーオッケー。んで、あーこれも DS、 これ A 見ても分かんないんだよね。動物の森の人間バージョンみたいな感じの、かあのあれかな、物語かな。さあとりあえずやっていきまして、よしいいんじゃないかな、ひとまず。オッケー、結構綺麗じゃない、やっぱりここに並べたら。よし、続き見ていきましょうか。あー出ました、エッフェル塔ですね。やっぱね、フィギュア類はね、上の方置くのもありなんですけど、この辺置きたいよね、俺は。あー出ました、エッフェル塔ね。凱旋門じゃないもん、これ。ピサの斜塔か。ピサの砂糖とか言ってたもんね、俺。で、とりあえず、ピサの砂糖置いて、このエッフェル塔を奥に置きます。あー、ちょっと奥すぎるな。奥すぎた原爆すると、ちょっとあんまりね、見栄え良くなくならんだって感じなんだけ。よし、続いては、あーこれ出ましたね、遊戯王っぽい本ですね。遊戯王はどうしようかな、この辺置く。とりあえずまあよくわかんない本はここ置きます、基本的に俺は。なんでよろしくお願いします。これでなんかウイルスみたいな、コロナウイルスね、コロナウイルス32形態みたいなやつですね。で次これ見ていって、あー寿司のね、これもなんか一時期なくなってた気がする。寿司ですね。寿司のフィギュアとかも、フィギュア類はやっぱこうやってね、一緒に並べたらめっちゃ綺麗になるんで、いいっすね。あ、なにこれ新しいの、風車風車風車、なにこれ新しいの来た。え、これちょっと、楽しいぞ。新しいの来たらすごくね、俺テンション上がりますね。さあ、とりあえずこんな感じで飾りました。いい感じじゃないかな、今のところ。んで、あ、え、これはなんだ、あーでもよくわかんない。これはね、でもね、ハリーポッターじゃないのよ。ハリーポッター小説？ハリーポッターの小説じゃないこれ。ちょっと待って、ハリーポッターって基本小説か。だからもう、ハリーポッターの小説は普通なんだ。だからこれはハリーポッターじゃないよ。多分なんか、闇のデスノートみたいな感じですね。で、これは、なんだろうね。わからない。わからない。とりあえず置いて、あ、なんか、ちょっと似てるね。でもこの辺なんかあれ番外編みたいなやつなのかな、まあ、わかんないけど。あ、なにこれ PP、 え、これ ET じゃんね、これ ET でしょ、月が。これは ET です、皆さん。俺でもわかります、 ET です。これ俺見たことあるもん、 ET。 裏面見たいんだけど、裏面見して、裏面見たい。あ、こんな感じみたい、絶対 ET だこれ。え、 ET の本とかあるの、すごい、めっちゃすごいな、普通に。やった、なんかテンション上がった。これあれじゃない、もしかしてさ、俺適当にこれさ、ハリーポッターとか言ってるけどさ、何かをオマージュしたさ、やつになってんじゃないのこれって。こういうなんつうの、本家ってさ、何か元があってそれをちょっと参考にしてるみたいな感じだから、ワンチャン合ってる説ない、これハリーポッター賢者の石。あるぞ、だって PP あったもん。 PP あったってことはあることない。絶対あるわこれ。待って、俺それだったら本全然詳しくねえじゃん。ありがとうございます。何が、さあラストの、ダンボール見ていきましょうかね。まあラストって言ってもこの部屋だけだけど、よし、あこれじゃない。これじゃない、よし見ていきましょうか。あ待って、コントローラーここで来るか。うわーどうしようどうしようどうしよう、うこれ困るな、これめちゃめちゃ困りますね。一旦ちょっとここ一旦ここね。うわーこれだよね、そうだよね、この子いっぱい持ってるんですよ、コントローラー。もう謎にいっぱい持ってるんで。何これ、なんか毛虫みたいなの出てきた。あ、 Wii かな、 Wii だこれ、 Wii、 これ新しく入荷したやつだね、 Wii か。うわ Wii はでも、うわーどうしようこの辺。あ、そう、ほら、Wii だ、Wii だ、Wii だ。これさ、
ここいた邪魔かな。俺ここいたりしたらね、多分ぶっ潰れる。地震起きたらね、倒れてね、これね、中身吹き出すから、やばいんですよね。なんで、わあ、どうしよう、これ困るな。でもさ、こういう機械類ってこの中入れない方がいいのかなとか思ったりするんだよね、どうしても。こうする、こうする。こっちの方が綺麗じゃない。で、3DS を、あ、待って、わかったわかったわかった。この本たちを、一旦、こっちに置きます。で、これも、こっちに置きます。で、これも、これを、これをね、これのね、ここに置きます。いや、完璧じゃない？これ。ちょっと待って。無理だよね。あ、ここだ。よくない？これ。割と。え、結構いいと思うんだけど、俺。さあ、続いて見ていきましょうかね。こちらは、待って。あ、これは嫌な予感がする。これは嫌な予感がするぞ、みんな。これは、Wii Fit みたいなやつですね、これ。あー、どうしよう、ゲーム出てきたよ。ゲームは出ないで欲しかったなー。ゲームは出ないで欲しかった。せっかく綺麗に並べたのに。ゲームは出ないで。ね、ゲームは出ないで欲しいんだけど。ね。ゲーム買うこと自体はいいんだけど、出すぎたら結構困るんですよ。せっかく並べたからね。いやー、これどうしましょうかね。やっぱこの辺になるかな。それだったらこの辺だよね。あー、来ましたね。これもテニスみたいなやつ出てきたな、これ。テニスみたいな、マリオカードみたいなやつ出てきたんで。これも多分ゲームなんで、ここら辺置いて。よし。あ、待って。これは？あ、これ持ってたね。前。剣とウィンナーの大冒険みたいなやつ。剣とウィンナーの大冒険。とりあえず置いといて。あ、待って。これもゲームっぽい。あ、これマリオカートじゃん。これマリオカート。これマリオカートだ。ほら、ほら、帽子のところ M って書いてある。え、これマリオカート。 やっぱりさ、俺知ってるやつさ、出てくるとめっちゃ騒ぐよね。騒がしい日々にだよね。ほら、ほら、これマップ、これ。なんか、豆みたいな、豆芝みたいな形でしてるコースだ、これ。絶対マリオカートだ。わー、これいいな。めちゃめちゃいいじゃん。じゃあ見ていきましょうか。こちらはに関してもゲームっぽいですね。なんだろうね。わからんないな。とりあえずなんか、あれかな？料理系のゲームかなって感じはしました。で、これが、あ、動物の森じゃない？これ。あ、これ絶対動物の森だ。これリサでしょ？これ。動物の森のリサでしょ？これ。絶対そうじゃん。ほら、やっぱりこのゲームってなんかオマージュしてるわ、こうやってね。いいね、いいね、いいね。こういうの結構好きよ、俺。オマージュ系の作品って結構俺好きだから、ありがとうございます。ん、急にひよこ。ん、急にひよこ。そして右側にちょっとあるの、ちょっと編集めんどくさいんだけど。俺多分ね、拡大すると思うんだけど、右端にね、出てこられるとすごい拡大しづらいんで、やめてください。せめて真ん中で出てください、ひよこさん。なんでここに入れたのってか、思わん？だってさ、ぬいぐるみさ、一緒にこうやって飾ってるじゃん、俺が。なんで一緒のとこ入れないの？ あえてこの中に入れたりすんの？ 何なんだろうね、その辺が。わかんないよね。わあ、かわいい。めっちゃかわいい。これめっちゃかわいくない？癒しなんだけど、俺の。てか、アンパッキング出てないね。別の部屋で出んのかな？よし、オッケー。とりあえずやりまして。んで、まあ、これもね、一旦この辺置きましょうかね。あー、コントローラーあるのか。どう？みんなこれ。え、これ良くない？割と。どうかな？え、これ結構俺いいと思ったんだけど。このさ、リモコン系ってすぐ取りたいからさ、ここに置きがちなの。なんか、いいんじゃない？これ再現。で、DS とか、あ、DS とかも、この辺置くとか、ちょっと逆だけど。逆だけどね。あー、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。ちょっと待って。いろいろできるからな。この辺にこういう感じにしようかな。なんかこう、意外とな、俺ね、綺麗にするってよりも、生活感あふれる感じにしたいのよ。だから、こういう感じのね、ちょっと、あ、不自然じゃねって思うぐらいがちょうどいいと思うんだよね。オッケーオッケー。よし、とりあえずこれでいこうかな。待って、あ、違う。これ、閉めれないの。閉めさせて。ドアを、オッケー。ドアを開けて。めっちゃ綺麗。これめっちゃスッキリしてて綺麗じゃない？とりあえず右行きましょうか。バスタブと、寝る部屋と、んー、めちゃめちゃある。めちゃめちゃある。まあ、ひとまずね、バスタブ行きましょうかね。やりましょうか。これはタオルなんで、
なんかタオルかける場所があれば、OK。こんな感じにしておこうかな。結構なんか適当にかけたけど、いい感じになったな。んで、ブラシね。なんかでもさ、今回の家、あれだね。やっぱおしゃれだよね、割と。俺結構思うんだけど、おしゃれっぽいよね。割とね。割とね。なんかうざかったね、今の。とりあえず、俺風呂場にね、アイロンとか置きたくないんだよね。やっぱこれ電子機器だから、なんかね、水とかかかっちゃうとあんま良くないじゃん。どれぐらいの頻度使うかにもよるんだけど、一旦引き出しね。で、バスタブ系か、ひとまずこの辺かな。よし。まあ、この辺はね、あれなんで、見たことあるものばっかりなんで、サクッと行きましょうかね。ヒゲ剃りね。ヒゲ剃り、バスタブ、薬の流れですね。で、これはなんかね、オイルみたいなやつ。オイルみたいなやつなんで、うわぁ、どこ置こうかな。割れそう。割れそう、あんなとこいたら。どうしようかな。オイル、よく使うんだったらこの辺がいいよね。でも使いそうだよね。あ、待って、ここにくぼみある。くぼみがあるから、ここに置くのもありなのか。でも、ボトル系にした方がいいよね。やっぱガラスだと割れやすいから。あ、歯ブラシか。歯ブラシここに置いたら嫌だな。なんかコップがないと。チューブ型のやつね。どれぐらい使うかにもよるんだけど、よく使うものってやっぱりね、引き出しに俺すぐしまいたいんだよ、一番上の。あ、来ました。これね、もう最初の家から確か持ってたんだよね。もうめっちゃ割れてるもん。大事に使ってんだろうね、割れても。割れても使うってなかなかだよ。割れたら基本さ、使わないこと多いじゃん。でもこの子ね、使ってんのちゃんと。賢いよね、すごく。んで、うわー、どこ置こうかな。この辺置く？オッケー、来まして。やっぱね、ちっちゃい段ボールはそこ行けますね。さあ、ガンガン行こうか。シャンピー、シャン、え、待って、これシャンピーじゃないな。これあれだわ。あれです。ハンドなんやらです。はい、ハンドなんやらです。はい。ハンドなんやらです。あ、トイレットペーパー。キッチンペーパーじゃないよね、これ。あ、ここなんだ。え、なんかさ、珍しいタイプじゃない？これ。俺見たことないんだけど。こういうタイプ。すごい。どうやって切るんだろうね、これ。ずっと回転しそうだけど。どうやって切るんだろう。ポーチ系ね。ポーチ系もね、この辺に置いて、いい感じだな、これ。なんかさ、たまーにな、これ横にしないと入んないとかね、よくあったんだけど、この場合ね、もう横にバッていけるから、すごい綺麗に収まりますね。さあ、トイレットペーパーね。これ買い替えなんで上かな。ゴミ箱とか出そうだな。ヒカキンさんだったらもうこれ、あれなんだろうね。めちゃめちゃトイレットペーパーまみれになるんだろうね。んで、あ、体重計か。確かになかったな、体重計。体重計、うわー、どうしよっかな。トイレの近くの体重計ってなんかちょっと嫌だもんね。この辺になるのかな。うわー、どうしよう。風呂場の中。不自然すぎん？明らかに。じゃ、一旦これでお金ね。ダメって言われたら買えます。もうふざけ出してきたの、俺が。とうとう俺ふざけ出してきましたね。で、洗剤ゲットしまして、これはパンパースですね。やっぱこういうもの結構多いんで、置いていきましょうか。これは？これも、これはこの辺かな？シャンプーリンスとかかな？あー、これね、なんかね、これ多分、うがい薬のやつなんで、うがい薬なんで、この辺に置くのが正解なのかな。そんな気がする。よし。ちょっとコンセント見えなくなるんだけど。よし、こんな感じで置いて。で、これに関して、あ、でもこれって、どうしよっかな。一旦でもさ、せっかくくぼみあるからここに置こう。で、クリーム系もここに置いて。こういうの綺麗だよね、めちゃめちゃ。純粋にこうくぼんでるだけのやつ。めっちゃ綺麗じゃない？これ。こういうの俺も欲しいな。あ、ゴミ箱だ。うわ、なんかちょっと、進化したゴミ箱ですね、これは。この上が回転するやつね。オッケーオッケー。これね、なんか俺遊んでました、ずっと。トイレの中でね、これね、1時間ぐらい遊んでたことあります。嘘ですけど。んで、とりあえず、この辺置いて、もう、とりあえずクリーム系はね、この辺置こうかなと思ってます。ただ、わかりやすいね、シャンプーじゃない手のやつ。シャンプーじゃない手のやつとか、あと、うがい薬は、俺わかるんで、こっちに置きました。んで、あ、これ同じやつかな。ちょっと違うんだよね、でも。こういうこだわりがあるのっていいよね。実際にこういうのあるじゃん。同じメーカーが出している商品なんだけど、リンスとシャンプーでなんか今日、ちょっとだけデザイン違うみたいな。うん、それまで再現してますからね、このゲーム。素晴らしいです。はい。ベタ褒め。
あ、新しいの来た。新しい。なんかさ、なんか、嫌だよね、これ。この、あーもう、この絵嫌じゃない？なんかさ、なんだろう、進撃の巨人に出てきそうな。なんかここが、これちょっと髪の毛みたいなやつで、これ口みたいな。で、ここなんか手、足みたいな。なんか、巨人、なんか嫌な、エイリアン薬みたいなやつゲットしたんで、エイリアン薬ゲットしたんで、わあこれポーチもね、多分ね、めっちゃ使うんで、後ろっこうかな。これ。こんな感じで置きます。オッケー。あー、これ目薬かな。目薬か。うわー、でもあんまりね、置きすぎも良くないよね。あ、待って。開くんです、皆さん。しかもさ、ちょっと汚れてんね、これ。端っこ。あるある。ちょっと汚れてるあるあるを再現してくれるあたりね。すごいよね。ほんと、このゲーム。やばいです。俺、めちゃめちゃ鳥肌立ってます、もん。この、とりあえず置いて、蜂蜜レモンと、あれ置きましたね。この家結構好きだな、俺。割と。んで、D!D! D とは？何 D? 俺の視力言わないで。ねえ、俺の視力ここでさ、やめて。公表すんのね。ゲーム側から俺の視力公表すんのやめてくんない？本当に。やめて。なんで知ってんの？個人情報が、ねえ、出たのかな。とりあえずここ置きますね、D。わかんないけど、リポビタンデーとかなんだろうけどね。さあ、次行きましょうか。これもちょっと新しいやつなのかな。ちなみにこれ見たことあったわ、多分この巨人みたいなやつ。で、とりあえずここ置いて、うわー、上に置きすんのもね。うわー、いいなー。上に置きしてさ、こうやってさ、横に並べてんのいいよね。うわー、これにしとこ。で、あ、救急セットね。救急セットは、ここに置きて、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗、これ。あ、タバコ。絆創膏か。タバコじゃねえや。絆創膏は、箱類はやっぱここ置くよね。応急セットみたいな感じに。あー、蜂蜜レモン。ほんとこれ何なんだろうね。みかんとかなんかいろいろあるよね。あ、爪切りか。爪切りはでも基本引き出しに入れたいよね。ここら辺に置きます。いいよ。あー、毛抜きね。こういうセット系はね、この辺に置いといて。あー、出ました。毛むくじゃら。毛むくじゃらのもう、マジでよくわかんないやつね、これ。もう本当によくわかんない、もうね。なんなんこれ。え、これってさ、みんな知ってる？ちょっと、知ってる人いたらコメント欄、あ、コメント欄俺来ないんだった。コメント、俺全然コメント来ないんだった。この際にこれが何なのかちょっと教えてくれたら嬉しいですね、個人的には。多分、誰も教えてくれないと思うんだけど、そもそも見てる方が、ごく少数なので、その中でもし、わかる方いたら、教えてください、これ。何なんだろうな、これ。ケムクジャルの、キクラゲの青岩みたいな。とりあえず、ん？このタイミング？このタイミングでゴキブリホイホイ出てきたんだけど。ちょっと待って。これは、台所に置きたいんだよね、こういうやつは。一旦ここね。一旦ここに置いて。なんかたまに台所に使いそうなやつをね、入れてくるあたり、あるんですよね。あ、この引き出し使ってないな。とりあえず、ふざけて置いた。これを一旦ここに置いて。よし、終わりまして。いいね。いい感じになったんじゃないかな。まだね、隙間がこうやってあるんで、ちょっとね、その辺、まあ、こうやってね、ちょくちょく片付け、片付けつつ、なんかすごい、すぐに移動しちゃうんだよね、俺。よし。こんな感じで置いて、これ、あ、閉めれたりはできないか。あ、これはこれ。これ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 。俺やりたいの。今月の水道代やばそう。今月の水道代がえぐそう、これ。トイレやばいな。やめてほしいなって言ってるよね、主人公も。とりあえず行きましょうか。んで、あと2部屋、3部屋あんのか。この一番でかい台所、片付けましょうかね。さあ行きましょう。土鍋ですね。土鍋は、これなんだろう、これ。これ、取り出せないよね。何なんだろうね。わかんないね。とりあえず、あ、スプーン系ね。スプーン系ね。まあ、スプーン系は、だいたいやっぱこの辺だよね。なんか、これ、音がさ、シャリっていうの。馬娘。
シャリティーバービー。バービーじゃねえや。で、次行きまして、あ、ナイフか。ナイフランプカバンに詰め込むやつですね。とりあえず置いといて。あー、こういう流れで来てくれるの嬉しい。あ、待って、逆。俺のこのちょっとしたこだわりが出ちゃうわ。スプーンの横はフォークであってほしいみたいな。あ、こういうこだわり出ちゃうんだよね、俺。んで、あ、軽量カップか。何気になかったよね、今まで。軽量カップ。うわー、マジか。結構やっぱ、傷んではいるんだけど、この生活か。このね、表現がすごいの。アンパッキング。このね、わかる？この黄ばんでたり、このちょっと汚れてたり、あと緑色のね、このよくわかんないついてたり、このなんか、なんつうの、引っかき跡みたいなついてたり、もうすごいの。あと、サビね。この辺の。で、ここだけじゃなくて、この、ね、冷蔵庫の後ろあたりのこのちょっとしたね、汚れ？あ、汚れじゃない、これ。汚れじゃなかった。すいません。汚れに見えました。同じ色なんで。で、この辺のね、汚れ。多分ここもっと白かったんだろうけど、なんか、ね、黄色くなっちゃってみたいな。すごい。あと、わかります？この、まあ、これはどうなのかわかんないんだけど、ちょっと黒色になってんの。ちょっと汚くなってんの、ここが。でもこれもしかしたら影かもしんない。とりあえず行きましょうか。めちゃめちゃ語っちゃったな。アンパッキングの凄さをね、俺ちょっと語りたくなって。まあ、見ていきましょうか。ボールね。まあ、この系はね、こういう系にここに置いといて、んで、鳥の餌が出てきたんで、この辺かな。ま、豆か、これ、豆。コーヒー豆みたいな感じかな。んで、あ、コーヒーメーカー。これすごい。コーヒーメーカーとかあるんだ。いいなぁ。いいなぁ。めっちゃ飲みてんだけど、俺。コーヒー普段全然飲まないけど。1年ぐらいなんなら飲んでないけど。欲しいなぁ。あー、これはシェイカーみたいな感じか。うわ、なんか、いいぞ、このなんか棚。棚こんな感じのいいなぁ。なかなか俺好きですね。これはこれもスプーンか？あー、小さじみたいなスプーンですね。ここに置きましょう。よし。なにこれ？ね、これ。掃除セットみたいなやつかな。掃除セットだった、掃除セットっていう風に判断するんだったら、この下とかに置きたくなるよね、俺は。この辺？オッケー。いい感じですね。ガンガン行きましょう。開けていきましょう。もう無駄。無駄に開けていきましょう。これはコースターっぽいな。多分コースター。音は？ん？いや、コースターだ、これ。コースターですね。んで、あ、ほらほらほら、コースター、コースター。コースター置いといて、オッケー。ん、三つ目？三人これ座れる？うん、頑張ったら、真ん中の人座れるか、頑張ったら。真ん中座れるね、頑張ったら。あー、これは、スプーン類はそうですね。この辺に置きたくなるね。なんかこう、便利グッズみたいなものをここに置いて、ほらほらほら、小さじみたいなやつ出てきて、いいね、いいね、いいね。醤油来ましたね。え、オイスターソースかな、これ。醤油かな、どっちだろう。オイスターソースと醤油によって置く場所が変わる。置く場所が変わる。どうしよう。醤油だったらここにかけるのもありなんだよな。いや、ここにしましょう。皆さん、ここにします。オッケー。んで、醤油と判断してあっこに置きます。あ、ラップだ。あ、確かに何気になかったな、このラップ。え、待って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 、芋？みんな芋だよ。俺のファンマーク芋だからね。本当に。俺のファンマーク芋だから嬉しいわ。ありがとうございます。ん？何これ？何これ？何これ？え？何これ？何これ？何これ？おい。何これ？おい、伸びた。おい、伸びた。これ何やこれ？伸びた？伸びた、これ何やこれ？うん、全然わからん。鉄棒？鉄棒ですかこれ？何ですか？わかりません。何なんですかねこれ？わかりません。教えてください、誰か。誰か助けて。マジでわかんない。これ絶対わかんないって。これどうすんのこれ。なんなん。あ、わかった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 、俺わかったぞ。あのね、これあれだわ、あれです、あのスパゲティとか、あのこねるために使うものじゃない、これ。平べったくするために。絶対そうだ。そんな使うかな。まあ使う人は使うんだろうけど、俺ほとんど使ってるイメージがないんだよね、これ。さあ次見ていきましょうかね。何これ。あ、アイシングクッキーのやつじゃんこれ。ね、俺が言ってたアイシングクッキーのやつじゃん、型取りの。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。やっぱ便利で言ってたこの辺に。あ、わかった、クッキー作るときに使うんだこれ、おそらく。わかんないけど、クッキー生地を
あのこねて平べったくするのに使うんだ。なるほど、すごい、俺読めたぞ。よいこ、ほらほら、カタカタとかさ、こうやって出てきてんの、いいねいいね。急にお酒、急にお酒出てきた。お酒か、冷蔵庫入れたいんだけど無理か。これはどういうお酒なんだろうね、その料理に使うお酒なのか、そのまま飲むやつなのか、わんないよね。あ、これもお酒っぽいな。これ飲むタイプっぽいね、見た感じ。これはなんかあの金魚すくいのさ、あの金魚すくいのあれに見えたんだけど、すくうやつ、すくうやつに見えたんだけど、これにか、あ、これはあれだね、あのコップっぽいね、なんかすごいスイカ色みたいな、スイカ色みたいな、なんかやつ出てきたんで、どうしようかな。あ、絶対こうだ。うわ、完璧、いいね。あ、コースター4つ目か。4人座れるってことか、なるほどね。これで4人ね、ここで食事ができるって感じか、なるほどね。そこまで考えてるんだ。さあ見ていきましょうか。土鍋ですね。何気にこれなかった、いや、あったか、あったな、持ってたな前に土鍋。まあこういうものは、あ、でもこの辺に置きたくなるね、この辺。あ、これ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 、ここに置き、オッケーオッケーオッケー、この辺に置いて、あ、フライパンだ、フライパン、フライピン、フライピンはこの辺置こうかな、どうしようかな。うわー、困るな、どうしよう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 、A8 郎ですね、どうしよう、平八郎にして、この辺かな、いいね。んで、あ、ボウル、ボウルはでもこの中に入れ、あ、入れなんないか。よし、ひとまずね、こういう感じでガンガン置いていきましょう。哺乳瓶出てきましたね。あ、割れてる、ちょっとちょっとこれ落としたんだな、蓋の部分。なるほど、すごいよね、なんか割れてるとか汚れてるとかってね、なんか私生活あふれる感じで、すごく好きですこのゲーム。何？クッキー？あ、これクッキー作るやつなんだ。え、これクッキー作、あ、じゃがいもじゃねえわ、じゃあこれクッキー作るやつだったんだ。マジか、なるほど、それちょっと初耳でしたね。マジか、これあの哺乳瓶、クソでかい哺乳瓶、1リットル赤ちゃんに飲ませるための哺乳瓶かと思っちゃった。違うんだね、なるほどね、わかんないね、持ってないから。これに関してお手拭きなんで、お手拭きか、お手拭きどうしようかな、どの辺置こうかな。あれ、こっちにかけるとこなかったっけな、あった。何のやつかわかんないけど、これどういうためのあのね、タオルなのかわかんないけど、とりあえず置いといて。台所かける場所がないんだよね、タオルが。よし、ついて見ていきます。待って。これ、かけるところあるタイプか？実は。あ、わかった。わかった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 。ここだ。じゃあ俺ミスってるわ。ごめんなさい、ミスってました。ここにキッチン用の置いたらダメだね。ごめんなさい。ここに置いて。よし、こんな感じにして。あ、まな板かな、これ。まな板、まな板、まな板は本ではこの辺に置いて。いいね、めっちゃ良くなってきた。なんかさっきまですごい殺風景だったのに一気にね、なんかここにゴキブリの矢だな。なんか食事してる人やだよね、キッチン見たらゴキブリがあるんだよ。早しまっとけっていうね。じゃあこの辺にはもうここら辺に置いときましょうか。あ、出ました、これコアラのやつですね、コアラのマーチで買っといて。あー、まあこの辺はね、一旦ね、一旦、あ、待って、何これ、あ、ホワイトボーディーか。ホワイトボーディーか。ホワイトボーディーの上には貼れないから、ホワイトボーディーはね、やっぱりね、見やすい場所がいいよね、一番、やっぱり。ここかな？この辺かな？この辺が一番見やすいと思うから、で、ちょっとデコレーションができるんですよね、このゲーム。デコレーションちょっとします。デコレーションしたい。デコレーションしたい、このハート。操作がむずいの、本当に操作がむずいの。何これ、あ、出ましたね、この写真は。どこを貼ろうかな、この辺かな。前回あの彼氏の写真ね、あの冷蔵庫に貼ったら、冷蔵庫じゃなくてもとりあえず貼ったらなんか顔面にピンをぶっ刺すっていうね、完全にメンヘラ気質なあのことこうだったんだけど、まあとりあえずね、それは多分捨てたんでしょうね。さすがにずっと持ってるってことはないと思う。なんかこれ3って何？え？ 3って何？何これ？
なんか新しいさ、ステッカー増えてるよ。なんだろう、3って。なにこれ？え？それ、イコール？なに？どういうこと？ 3たす、何は、イコール、何みたいな。意味がわかんない。意味がわかんない問題来たよ。あー、終わりましたね。え、これ何？何これ？マジでわかんないんだけど。とりあえず行きましょうか。ちなみに、俺喉もうやばいです。喉めちゃめちゃ痛いです。すいません。まあ、とりあえずこういうパン系のものもすぐ使うと思うんで、この辺置きましょうかね。多分パン焼き器ですね。トースター。何これ？何これ？え？何これ？意味がわかりません。何これ？ロン毛みたいな。ロン毛ですね。これ何これ？え、マジでわからん。ごめん、なんか見たことあるんだけど、何なのかがわかんない。アンテナ？ガチでわからん。一旦この辺置いて。マジでわからんから。さあ、見ていきましょうかね。続いてこちらは、ん？何これ？え、これ、あ、チーズ、チーズじゃないのかな？これわかんないな。なんかわかんないの来たね。立てかけられはしないから、引き出ししとしまっとく。ちょっとわかんないからね。食べ物かすらもわかんないから、俺。んで、あ、お皿か。お皿、お皿は、ま、この辺かな。わー、どうしよっかな。食器系上がいいかな。いやー、わー、どうしよう。これ、なんか迷うね。めちゃめちゃ迷うね。うわ、すごいわ、これ。迷わしてくる、このゲーム。どうしよう。お皿ね。とりあえずね、出たものを置いていきましょうか。土鍋は下ですね。あ。ごめんなさい。土鍋めっちゃ怒ってる。とりあえず置いといて。OK、ない。OK、ない。OK、ないんだったらこの辺かな。ゴキブリ、ホイホイと一緒に。あ、すごい、これ。ほら。すごいね。バグらないんだね、これやっても。素晴らしい。で、あ、板かな、これ。これあれだね。唐揚げとか作った時に使うやつですね。まあ、唐揚げとか作るんだったらすぐに必要なと思うんで。まあ、この辺置く？でもなんか掃除用具と一緒に置いてんのやだよね。鱗取り、いや、違うよね。掃除用具だよね。わー、どうしよう。あ、掃除用具だ、なのかな、これ。俺、掃除用具だと判断してこの辺置きます。掃除用具セットみたいな感じで。よし、終わりまして、あと、3つかな。これはもう、あれですね。コップなんで。はい。4人で飲んでください。ああ。4人で飲んでください。もう1個？イエーイ！この子は砂糖ですね。ありがとうございます。あ、乗せられませんね。すいませんでした。とりあえずね、これに関してソルティーなんで、ソルティーキッシュなんで、この辺置こうかな。やっぱ調味料系はね、多分固めといた方がね、嬉しいんで、この子。んで、あ、来ましたね、コップ。うわ、なんか、すごいね、これ。しましまにしてよかったの、これ。ほら。4人飲めるよ。4人。4人飲めますよ、これで。いいんじゃないですか、これ。固まって飲みましょうよ。こっちにも置けないもんね。ね、置けないから、これ4人で飲みましょう。お願いします。こちらが、醤油じゃない、醤油じゃない、これ。塩コショウみたいなやつかな。よし、オッケー、青のりゲッチュして。これは？あ、新しいね。新しい、なんか液体みたいなのゲットしたね。これはなんだろうね。あ、これでこそ蜂蜜とかオリーブオイルとかなのかな。金色のオリーブオイルですね。金色か、結局。これ、よくわかんないの来たな、これ。よくわかんないの。これ、毎回わかんないんだよね、これ。一応調味料のとこ置いとく？んで、あー、そう来たか。アンパッキングさん、そう来たか。だったら、俺は、これで抵抗しますね。拳で抵抗して、一旦ここ置きます。で、ここ、あ、いいね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 。オッケー、オッケー、オッケー。いい！めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。ちょっと窮屈な気もするけどね。なにこれ？梅干し？なにこれ？え？え？顔になってないこれ。顔？なに？マジでわからんの来た。これ一番困るやつ。一番困るやつ。もう流し台流そうもわかんないけど、これ。流し台流したらもう何かわかんないまま終わるから。これ。もうよくわからないコーナーはもう、基本的に冷蔵庫の上置きます、一旦。んで、包丁か。うわ、包丁か。どうしましょうかね。包丁でしょ。うわ、どうしよう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 。包丁って。
あーどうしよう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 、あどうしよう、あこれ良くない、え、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい、これ最高最高これめっちゃいいこれ。んで次が来てしまったか、調味料、これ何の調味料なんだろうね、ジンジャーエールみたいな色してるよこれ。え、ちょっと待って、俺気づいちゃった、これね、これちょっと見てほしいんだけど、満タン入っててちょっと減ってて半分ぐらい減ってて3分の1ぐらいになってんのこれ、これやばくない、この表現、これこの調味料全く使ってない、そういう調味料あるじゃん、でもこれはめっちゃ使うからなんかめっちゃ減ってるみたいな、すげえ、いやすげえマジですげえ、それが本当なんだったらマジですげえと思う、やばいねこのゲーム、素晴らしいですね。続いて見ていきましょうか。何これ、あ1来た1来たあーこれ遊び要素入れてくるね、13イコール1 哲学すぎん哲学すぎん、3イコール1は哲学すぎるってねちょっと待って、アンパッキングしよう、一番面白いかもしれない、3イコール1 面白すぎる、プラスとか、あ、かける、たすきだ面白いの来たな、いや待ってこれめっちゃ面白い、これマジで面白い、待って3たす1はもうかけないすげえこれめっちゃ面白いの来た、2、3たす1は2おかしいってみんな、おかしいってこれ、このゲームやばいって待ってこの数字シリーズ好きだわ俺、待って、急に調味料、待ってちょっと待って、面白いぞこれ、どうしようかな、し、あ待って、シュガーとかってさ意外とこっちに置いてたら、いややめよう一旦これ調味料系、俺こだわり出ちゃうよ、俺こだわり出ちゃうよ、このあんまり使ってる順とか使ってない順にこうしたくなるこれ俺。んでこんな感じに、あ待ってこれじゃないな、んでこんな感じに置いて、オッケー、いいんじゃないでしょうかね、まあシュガーよく使うと思うんだけど、ソルトか、ソルト、シュガー忘れた、とりあえずまあこんな感じでいいかな一旦は。よし、箱終了しまして、続いて見ていきましょうか、台所すごいあるよね、お皿上に、あー無理か、どうしようかな、でもお皿系ってさあんまりさ上に置かない方がいいよね、やっぱりホコリとかついちゃうから上の方って、だと考えるとやっぱりこの辺に置きたいよね、なんで1枚ずつ取ってんのあ待ってこれさ何も料理できてないけど、これ皿だけ置いとこうのも面白いよね、ちょっと待ってなんか嫌な発想が出たな俺の、待って楽しいぞそれはそれで、いややろうかな、コップだけ、これ水入ってないんじゃないこれ、ほら何も入ってないもんこれ、よく見たら何も入ってないもんね、飲めって言われたら何飲むのみたいな、コースターでも食べんのみたいな感じになってるもんね。続いては、あ皿来ましたね、なんか大皿来た、あ大皿ね、大皿めちゃめちゃ来るな、ああこれよくあるやつだ、こうなんかシャカシャカするやつね、まあ一旦この辺ここに置いて、よしボールとかもこの辺置きます、あえ待って、トレイ2個目来たな、トレイ、あえあトレイ取りたかったらなんかちっちゃい皿が出ちゃったね、ちっちゃくなっちゃったみたいな、あーいいねこんな感じにして、あキッチンペーパーめっちゃ発音よかった今、キッチンペーパーどうしよっかな、一旦焼いとくみたいな感じ、どうしよっかな、キッチンペーパーか、わー待って、あんまり汚いとこ置きたくないんだよね、でもなんかローリングできるとこない、ローリングできるところなんか見分けがつかないんだもんこうしたくなるよねさあ続いて見ていきましょう、あ型取りですね、型取りゲットしたんで、この辺にねアイシングクッキー、なんかクッキー作りたいからね
はい、こんな感じの置きまして、いいねいいね、このぎゅうぎゅうに詰めてる感じ、無駄なものがある感じ結構好きですね。さあ、するするめすあさるソルトソルトソルトだから塩か、塩ですね。塩とかもよく使うからね、手前に置いときたい感もあるんだけどね、個人的には。まあでも塩の方が多いかな、砂糖よりは。両方使うとは思うんだけど、わあどうしよう。いや調味料こっち置くのもあり、いやでも料理するんだったらこっちに置くか。うわーなんかこの辺ちょっとラストに変えようかな。俺がね、あの最後に何つうんだろう、整理する整理整頓するシーンがあるから、それカットしたらね多分ここ変わってると思う。よし行きましょう。ボウルね、ボウル、まあ4つぐらいはねあって当然かなって思います。前はねあの青色とか持ってたんだけど、なんかやめたっぽいね、多分ほっ捨てたのかな。んで、よし、この辺にポット置きまして、あポットか、ポットここ置くのもありなのか。待って待って待って、ポットは、うわーいいないいな、ポットこれ、えおかしいかな、なんかずれてんだよな、多分違うね。よし、何電子レンジ来た、え待って、電子レンジ来たんだけど、どうしよう、電子レンジ電子レンジ来た、どうしようこれおもろいこれちょっと面白いんだけどこれちょっと面白いな、ちょっと待って、どうしようどうしようどうしよう、あーここ、いやでも届かないここ置いたら届かなくなるよねこれ、これやばい誰も使えねえじゃんこれ、どうしよう。一旦ここ置かして、一旦ここ置かしてほしい。これあれかな、インテリアみたいな感じだからだと思って、この辺に置くのもありなのかな。これこれ、こんな感じでインテリアみたいな感じで置いとくっていう、なんか変だな。まあ、とりあえずこの辺に置きまして、絶対届かないんだよな、でもひとまず置くね。んでこのか、このスプーンに関してはもう入らないから、ラップとかってよく使うもんね、でも。次は？あ、急にハンド、あ、そうか。ハンドまだ出てなかったもんね。この辺置いて。なにこれ？マジックリーンみたいですか？わー、これ人によっては、ま、あの、中入れたり、あの、上にね、出しといたりするもんね。どうしよっかな。わー、どっちにしましょう？どっちにしましょう？皆さん。これは、ありだけど、うわ、置いとく？上に。上に置いときますね。よし、スポンジングはやっぱ流れでしょう。んで、スポンジの買い替えか。買い替えはやっぱり下の方かな。まあ、この辺でもいいかな。そんな汚いものじゃないし。よし、もうなんか俺チーズ、腐ったチーズにしか見えないけど。んで、ヘラか。ヘラね。ヘラもう入んないからここしかないよな。OK! よし、結構いい感じになったんじゃないかな。多分インテリアだよね、これ。わかんないけど。あ、待って。ラッピングが、この辺に。いい。なかなかいい。んで、こんな感じに置きまして。ちょっとした距離感。置いといて。なんかでもやっぱおかしいんだよね、ここに。高すぎるよね、明らかに。なんか、スマホ代高すぎるみたいな感じになっちゃったけど。とりあえず、わー、こんな感じでいいかな。ひとまずね。ひとまずこんな感じに置いておきます。さあ続いての部屋行きましょうかね。さあこっち行こう。これなんか謎のサボテンね。謎のサボテン置いておきましょう、ここに。続いて。ああ、症状来たね。症状はもう見せびらかそう。もうバーンと。バーンと。もうなんだ、机の上置いとってもいいよ。んで、コルクボードの中入れたいもん、俺。どうしよっかな。バーンってこのなんか、見せびらかす感じにね、しといた方がこういうのはいいかな。んで、あーなんか、あれだね、お下がりみたいな、あれ出てきましたね。あの、スタンド。んで、あーこれ謎なんだよな、俺。個人的に思うけど。こんな感じでいいかな。さあ、こういうタイプね。これは多分、ペンだからこの辺かな。結構おしゃれだな。んで、これもチョークとか、その辺かな。あ、ペンか。あ、待って、挟むの嫌だな、俺。んで、よし、こんな感じに置いて、ヘッドホン、あ、ヘッドホンで買ったんだ。
ヘッドホン買ったんだ。別に色とか統一してるわけではないと。ないとね。へえ、なるほど。あ、待って。これ傷んじゃってんのか、これ。なるほど。なんかそういうのあるよね。こういうなんかガラガラ式のってちょっとうるさくない？俺だけかな。なんかうるさくなるんだよね、これガラガラガラっていうの。あの、学校にあったんだけど、俺。中学校の。んで、あー、キーノートか。これスケッチブックみたいな感じかな。一旦この辺置いて。そう、スケッチブックですね。これも前から持ってたやつなんで、まあ別に見ないで大丈夫でしょう。はい。これもそうですね。これも、あ、これ本か。うわー、どうしようかな。本は下、上、どうしよう。これ迷うんだよね、毎回。下かな？本は下にしようかな。ちょっとノートブックみたいなタイプのやつは、あの、こっちに置きたくなるんだよね。この、なんか別の場所に置きたくなる。よし、オッケー。あ、終わりか。よし、いい感じに進んでいき、なにこれ。なにこれ。射的場みたいなやつ出てきた。うわー、これ、あ、待って、わかった。あれ？あれ違う。あ、違うかった。マジか、これに立てかけんのかと思った。違うんだね。うわー、これいいなー。いいなー、これ。何か絵を飾ってるのかな？ピカソとかなんか描いたのかな？あ！何気にちょっと人気の、何気に人気のアマゾンで売ってるやつだ、これ。あの、ニュートンのやつでしょ。なんかさ、これってさ、意外と人気だよね。俺もちょっと欲しくなったもん、これ。なんかね、意外とこのニュートンのゆりかご、人気なんですよね。一般人でも買われてる方意外と多いっていう。まさかこの子が買うと思わなかったけど。まあ定期的に売らしたいと思うんで、すぐ手の届く範囲に置いときましょう。んー、あ、かわいいやつ来たなぁ。どうしましょうかね。引き出し。うわー、いろいろ、パティーンがあるからな。上に乗せれるんですね。でもこれ横に並べるのもありだな。うわー、どうしよう。うわー、並べるのもかわいい。横に並べるのかわいいし、でも上だとね、固定されてないから落ちそうな気がするんだよね。って考えると、やっぱりこの辺になるかな。よし。あ、ゴミ箱ね。透明のゴミ箱か。これは、あ、何？スポンジボブみたいに出てきた。スポンジボブ出てきたんで、これなんだろう、ふにふにするやつ。なんかおもちゃ多くなったね。この子おもちゃちょっと多くなったね。捨てますかね。どうしよう。おもちゃとかもふにふにしたいと思うんで、すぐに手の届くところ。あ、これはバスタオル？バスタオルかな。バスタオルだったらこっちになるよね。寝る部屋置いとくか。よし、寝室置いて、オッケー、次も見ていきましょい。これ魔法陣みたいな本ですね。本類は一旦この辺置きましょうか。これはもうメデューサですね。前回も持ってたよね。これ、あと、体のやつでしょ？あ、これもう最初の家から持ってるやつね。んで、アークロッキーノート。続いては？あ、かわいい！何？かわいい！貯金箱？貯金箱でもないのかな？あ、違うわ。クジラって上開いてるもんね。もう開きすぎじゃない？これ。穴開きすぎじゃない？上。かわいいのゲットしたな。てか、おもちゃほんと多くなったな。おもちゃめっちゃ多くなったことない？この子。どうしよっかな、どこ置こうかな。うわ、これセンス問われる。めちゃめちゃセンス問われますね、これ。どうしよう。青は青で、こうやって置いとほうがいいのかな。ニュートンの入りかご。うわー、これは、うわー、どうしよう。めちゃめちゃセンス問われる。うわー、めちゃめちゃセンス問われますね、これ。どうしよっかな。いや、これめっちゃ迷う。どうしよう。めっちゃ迷うんだけど。今回の回、家具がめちゃめちゃ多いからさ、あんま悩んじゃいけないのに、悩んじゃうんだけど、これ。どうしよう。うわ、すご、うわ、なに？どうしよう。まあ、いいや。あ、クジラ2個ある？あ、2個あんの？ 2 個あるんでしたら、横に飾るのは？近すぎるとなしかな。あー、ありっちゃありなのか。どうしようかな。この横にさ、こういう感じで並べるの、かわいい。めちゃめちゃかわいいんだけど。めちゃめちゃにかわいいんですけど。
で、ふにふにボール、ふにふにボールを置きます。上には置けないのか。ふにふにボール。いつでもゴミ箱に落ちていいように。よし。なあ、こんな感じにして。OK。次見ていきましょう。パス鉄拳、パソコンはすぐに手の取れるところがいいな。で、タブ。ペン、タブもそうですね。すぐに取れる場所にしといて。OK。これは英語の本ですね。まあ、こんな本類は一旦この辺かな。OK。ガンガン行きましょい。ペンですね。あれはペン類。ペン類消しゴム。やっぱね、俺も最初に言った通り、なんつうんだろう。美術系は美術系でこうやって分けときたいんだよね。あ、これあれですね。書いたやつかな。書いたやつだっけ？どうだっけ？忘れたな。とりあえず置いといて。豚好きだもんね、この子。アンパキ。あ、待って！待って。これ新しい絵だ。新しい絵。何これ。なんかこんな豚好きなんだね。でもアンパッキングとは違うのかな。もうこのね、豚の2個の流れ？っていうことはよ。来ますよ。これは。アンパッキング。アンパッキング。来ますよ、これ。いきますよ。はい。違う。なんか変なひよこアヒルみたいな来たんだけど。何これ。かわいい。かわいい。変なとか言ってごめん。めっちゃかわいかったわ。え？待って。やっぱり変だわ。なんか顔がここにもあるもん。あ、違うのか。これ顔じゃないのか。まあ、とりあえず行きましょう。いや、不意打ちでここからアンパンギ。あ、いや。あ、違う。もう違うじゃん。アンパンキングじゃねえじゃん。アンパッキングじゃねえじゃん。本なのに本ねえじゃん。みたいな。ブックオフなのに本ねえじゃん。みたいな。ねえじゃん。みたいな感じになってるもんね。クロッキングここに置きまして。これなんか、統一感すごくて俺好きですね。で、これから、いやいや、ちゃうちゃう、シャイ、ちゃい、ちゃい、あげていきます。この、マジシャイ、アロマオイル、かいて、これ、印刷機だ。プリンチュー。プリンターは、プリンターはこの辺に置きたいな。でもこの辺すぐに置ける場所がいい気はするんで、この辺に置いて、で、このマスクド、まず、ちゃい、これ逆ですね。こんな感じで置いて、なんか窮屈ですね。なんか窮屈だな。で、この辺に置いて、印刷機ここに置くのもまあありっちゃあり、あ、ありありあり、めちゃめちゃありや、めちゃめちゃあり。で、こんな感じに置きまして、で、これ A を、あんま窮屈すぎるのは俺あんま好きじゃないんで、どうしましょうかね。はい、これは何でしょうか。新しいのめちゃめちゃ来る。え、何これ。これ何なんすかこれ。え、パソコンじゃん。え、何これ。え、わからん。これセット。うわー、ちょっと待って。わからんの来たな。わからんの来たぞ。わからんの来たぞ。機械多いな、この子。とりあえず印刷機はこっち置きますね。よし。んで、入れて。あ、え？あー、コンセントタグか。でも、こういうものって、基本ここでよくない？んで、あ、なんか新しい本じゃない？これ。新しい本だ。なんだ、これは。ジンベエザメ？なんだろう、これ。あれ？あ、立てかけられない。あ、これ立てかけられないぞ。本ではない。なんだ？わからん。おー、ちょっと待って。いや、なんか新しいのいっぱい来てる。名刺か。名刺？え、でも待って、これ豚っぽいな。わー、どうしましょうかね。わー、これ困るな。名刺いらないかな。俺の判断になっちゃうけど、いらないかな。何？何これ？あ、光った。これ何？ アンテナあるぞ、アンテナ。どうしよう、どうしよう。どの辺置こうかな。こことかどう？悪くないんじゃない？アンテナ。いいぞ。あ、時計はね、もうすぐに、もう俺はここですよ。時計はもうこれ、学校感あるな。 ここに置く感じ、学校感あるな。いいね。よし。待って、ちょっとこの部屋が一番楽しいです、個人的に。やっぱね、耳じゃねえや、馴染みのあるものがね、いっぱい出てくるから嬉しいですね。あ、これはあれですね。写真。
オッケー、こんな感じで飾りまして、お、写真また出たな、いいね。でこのまま飾って、写真来まして、あんまり飾りすぎも良くないのかもしんないね。いや待って、俺のセンス問われるこれ。もう一個、あー来た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 、もう一個来て、これ意外と良くない、これ意外と良くない、この飾り方。うーん、どうだろうどうだろう、人によるな、これは人によっては、変じゃね、なんか作者さんセンスねみたいな感じで言われると思うんだけど、なるべくね、時計の周りに置きたくないのよ、そっちが目立っちゃうから。だからちょっと離してますこの辺。んーで次は、おっとこれちょっと絵はね後で一気に変わって、うわかっけーかっけーかっけーの出たよ、かっけーの出た、待ってすげえ、待ってこれめっちゃいい、俺意外とこういうさ写真ガッて並べてんの好きなんだけど、意外とこれ好きなんだけど、これでいい？いや、いろいろ来てんな、いろいろ来てる、サッカーとか来たな、なんか美術館みたいじゃないこれ、すごく、ここだけ、めっちゃ好きこれ、めっちゃ好き、めっちゃ飾る人、びっくりした、リゼロじゃんこれ、リゼロのパックのあのシーンじゃん、でも分かる人には分かるみたいな。でもさ、あんまり飾りすぎたらちょっと変っぽいよね、どうだろう、これすごいな、いっぱい出てきた。でこれを、無理か、これ何なんだろう、だったら、マジか、ここに飾れると思ったら飾れないな、これ何なんだろうね、これとかここに、違う、わからない、これ何だろう、絵を描けるものだと思うんだけど、いまいちちょっとまだつかめてないですね。あ、ここにも置けない、悲しいな。うわっこれ、あ待って、勇者出てきた、勇者、どうしましょう、絵が多すぎますよあなた、絵を全部ここに飾らなくてもいいのか、別に。なんかすごいことになってんな、どうしましょうこれすごく困りますね。いやこういきましょう、なんか適当感見えるかもしれんけど、逆にこの威圧感、これ写真いっぱいの威圧感ってあると思うから。 OK 終わりましたね。いやーでもね、この辺のやつとかまだ全然できてないんだよね、どうしよっかなあ。ひとまずこんな感じで置けました。ちょっとこれね、何も立てかけられないんで、今後ちょっと出てくんのかな、他の部屋とかで、何か飾れるものが。なんで一旦こういう感じで置きます。何も出てこなかったら多分これで終わると思う引き出しにもしまえないから結構困ってんだよね。よし、すっきりしたんじゃないかな。さあラストの部屋かな、行きましょうか。いやーこれ来ましたねそういや置きっぱなしだったねこれさあラスト行きましょうか、こちらの部屋見ていきましょう。まだね、実はアンパッキングが来てないんです。なんで、あの豚ね、あのピンクの豚が来てないんで、多分ね今後ね絶対来るんだよね、毎回ね。なんもないです、はい、すいません、あれでもいけて、キャン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 。さあ開いていきましょうか。こちらが、おパンティーですね。どうしよう、あ綺麗なの、すごい綺麗なの、なんか語尾がさ、すごいアニメのキャラみたい綺麗なのって、なんか女性のキャラが言ってそう、子供の綺麗なのって。待って、でも透けて見えるんだけど、これあんまりよろしくないんじゃないのこれ。でも一人暮らしとかだったら、卵焼き来ましたね、卵焼き来まして、あ待って、ノートブック来たな、このタイミングで。一旦ここ置いて、まあね、ちょっと黄色い服だ、黄色いポロシャツか。ハンガーとかは今回ない、ハンガーとかはないんで、あないね。だったら畳む感じになっちゃうのかな。嘘、ハンガーない、あ今後出てくるとかかな、それだったら嬉しいね。なんだろうこの黄色い服、 YouTuber じゃないのこれ。こんな黄色い服着て外歩くことなかなか厳しくない、しかもポロシャツだよ、下に着るやつじゃないからね。めちゃめちゃなんかブランド品とかなのかな、何これ。あ出たよこれ、これ何なんマジで、こ袖だけみたいな
クソでかい袖みたいな。なんなのこれ本当に。あ、ハンガー来ましたね。おハンガー来まして。一旦置きます。で、あ、これ、これあれだね。ズボンかけるやつね。あ、スカートだ。スカート。あ、スカートでもいいのか。スカートにしとこうか、一旦。ん？急に昆虫？急に昆虫？で、からの、こちらもそうですね。でも俺これ個人的になんだけど、パンツの可能性もあるけど、あれの可能性もあるよね。なんだっけな。靴下とかの可能性も全然あるんで、本当にね、わかんないですね、その辺は。なんで一旦置きまして、はい、この上にも置け、あ、上には置けないか。よし、見ていきましょう。これもそうだね。ワンチャン靴下説ってあるよね、これ。おお、なんでこれ、なにこれ。なんか、すごい、すごい色合いの来たな。ちょっと待って。一旦ここ貸して。なんかね、毎回こうやって移動するのがね、大変だから。わあ、いい服。結構好き、この服。この服いいな。めっちゃ好きだわ。個人的になんだけど、この服めっちゃ好きです。あ、ハンガー。うわー、とりあえずさ、ここら辺埋めたいんだよね、個人的に。待て。やめて。この辺埋めたいんだよね。なんで、一旦もう、出しに出しまくります。皆さん、出しまくります。んで、ハイヒール。綺麗なハイヒールだね。オッケー。よし、見ていきましょう。新しい服がめちゃめちゃ多いですね。あ、目覚まし時計ね。目覚まし時計はこの辺かな。わー、これどうしよう。わー、これどうしようかな。色あせしそう、ここ置いたら。なんで、この辺に置いて。よし。あー、これね。あー、イヤホンね、この子ね、聞きながらね、寝たりとかしないから、基本的にこういうものが出た場合は、倉庫にしまうんだよね。あ、うわ、写真来ちゃったかー。いや、これ来ちゃったらもうね、他の子用なしよ。写真、ここはやばい。あ、でも、悪くないな。悪くないんだけど、うわー、どうしよう。いや、でもこれね、この子めっちゃお気に入りっぽいのよ、これ。だから、なるべく飾っとってあげたいんだよね。そう。めっちゃお気に入りっぽいから、この辺置いて、とりあえず。なにこれ？え？なにこれ？ろうそく？ろうそくかな？これなんだろうね。わかんないね。一旦しまいましょう。よくわからないものはね、飾りません、俺は。おっと？何これ？またわかんないの来た。またわかんないの来ちゃったな。これしかも縦長だから、どっか置かないといけないもんね。芳香剤？匂いのやつかな。一旦ここ来ますよ。あ、出た。あ、重ねられる。え？なんだよ、これ。なんだろう。あ、これさ。あ、置けたりしないか。ほら、三つ目。すごいね。あ、出ましたね。下着ちゃんどうしようかな。わー、待って。いやー、どうしよう。いや、俺ね、あれにするわ。一旦下着ちゃんは一番下にしといて、なんか新しいね、これもこれで。なんで、一旦これ下に置きまして、まあ同じようなものなっていうことでちょっと分けようかなと思います。靴下とパンツっていう風に分けてたんですけど、下着出てきたんで、それを一番下に置く感じにします。ちょっとなんかスペース少ないね。でも、はい、来ました。黒色ですね。ただの黒じゃないんだよな。ちょっと個性がちゃんと出てんだよな、これ。ほら、ちゃんとこの花柄とか、結構なんかさ、子供っていうよりめちゃめちゃ大人なイメージがあるんだけど、これ、こういう感じの、ちょっと、もういいや、とりあえず俺の下着話はどうでもいいんですよ、俺の。しかも俺男子だし、何語ってんのって話だよね。本当に。何を言ってんのっていう。何がわかんのっていう。まあ、とりあえず、やっていきましょうか。はい。もう俺がね、こんなね、多分下着の話することね、ないですよ。普段そういうね、こと言わないから、ね。珍しいと思います。んで、こんな感じにして。
おっと綺麗なの来たね。綺麗なの、まあ、綺麗だからね、しわくちゃにしたくないねこれは。しかもノースリーブじゃんこれ。わ絶対いいやつだ。でもこの子あれだね、あの結構紫とかさ、結構大人っぽいのが多いよね意外と。そうそうそう、意外と多いのよね。誰と会話してんのこれ。んでハンガー、ハングハンガーもね、あの同じね、あのメーカーのやつじゃなくて、あの昔から持ってるね、こうまばらなねハンガーをちゃんと使ってるっていう、なんかもう人間味がすごい溢れますね。急に来た、急に普通の下着来た。今までめちゃめちゃね個性あったのに。あー来ましたね下着ゾーンで。あーこれいい、いいシャツですね。あ、待って、うわ待って、お腹が、お腹めっちゃパックリいってる。お腹パックリいっちゃってんね。アンパッキング、後ろとかは、うわーお腹めっちゃ裂けてる。マジか。これは、あー出た気持ち悪いやつこれ嫌なのみんな、これ俺苦手なのよ、このこのね、この枕の動き嫌だこれ。これ気持ち悪い何の意味があんのっていう感じだけど。あーアンパッキングか、アンパッキングこれやばいねこれサムネじゃない面白すぎんこれ。まあひとまずぬいぐるみをの辺に置きます。よし、でハングー、ハンガーいっぱい出てきたね。これでいっぱいかけられるんじゃないかな。こんな感じでシャツを、ズボンいいね。んでこんな感じして、おーめっ、え、かっこいい、すげえかっこいいこれ。すえ急に急にめっちゃかっこいいの来たな。んで、あえピンク、急にピンクも来たな。んでよしこんな感じでかけましょうかね。んな感じにしといて、あーどうしよっかな、ズボンはズボンで分けたいよね。よしこんな感じにしましょう。おっとスカート来ましたね。これもかけられないな今のところはね。これってちなみにかけ、あかけられない、これ何なのこれ、本当に分かんないね紫の。あハンガー来ましたね。あのズボン用のハンガーが欲しい個人的には。お何、ええエナナみたいな服、えあれ待って、エナナ、えなんかエナナみたいな、エナナみたいな、待って、エナナ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 じゃないこれ、え待って、エナナみたいな、えちょっと似てる、ちょっと似てる、ちょっと似てるよ、エナナ、エナナ、待って、エナナみたいな、あのプロゼカのエナナのね特にちょっと似てる気がして、えマジか嬉しいエナナじゃんこれ、ありがとうございます。急にエナナ来てびっくりしました。わーかわいい、いやかわいいこれ、でもめっちゃ大人っぽいね、めちゃめちゃ大人っぽい。あれスカート来ましたね。わーこれも綺麗、わーすごいな、お洋服めちゃめちゃ凝ってますね。でこれこれバー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 やってって、あージーンズね、純粋なジーンズ来ましたね。一旦置きましょうかこの辺に。あ来たね、これ待ってました俺、ずーっと待ってました。オッケー、スカートこんな感じに置きまして、ズボンを後ろに置きます。いいいい、オッケー、いい感じじゃない。でこっちに一旦下着を封印しますってして、オッケーします。で横に入れます。でまた出てきたらちょっとこっちにしようかなって、こっちに入れようかなと思います。あハンガーか、なるほどね、ハンガーか。あ待て待て待て、ハンガーハンガーハンガーを一旦入れます。でハンガーは一旦こっちにかけまして、おおめっちゃ出てくる、これなんかハンガー多いな今回、服が多いからかな。あかわいい、あ純粋にこの服好き、めっちゃ、あこのうわ俺の俺の俺がめっちゃ好きなタイプですこれ。あのこのエナナもそうだけど、すごいねこれ、地雷系すごいすぎやばい、俺の性癖ばらされた、俺の性癖ばらされた、あーどうしよう、俺の量産型が好きっていう、あーどうしよう、ばらされたばらされたよみんな、どうしようどうしよう、ばらされた、どうしよう今日はちょっと珍しい作画がいっぱい見れます、見れましたね、ありがとうございます。なんで俺がありがとうございますなんかわかんないけど、一旦置いて、
どうしよっかな。これ、つないでるやつだもんね。こんな感じで置きまして。いいよ、いい感じに。なんか、黙々とやっちゃうよね。本当に思うけど。あ、靴か、スニーカーですね。さあ、これも昔持ってたんじゃないかな。スニーカーいっぱい出てくるんだよね、この子。さあ、あ、これ ブランドのやつですね、例の。ね、これ 今まですごい大人っぽかったのに、急にこれ、子供っぽく感じるんだけど。これも好きだよね、謎のこの石のね。んで、このハンガー。よし、ハンガーだいぶ埋まってきましたね、こんな感じでかけてたら。靴か。靴どの辺置こうかなってちょっと迷うんだけど。あー、綺麗なバッグね。綺麗なバッグ。綺麗なバッグどこ行きましょうか。よし、こんな感じで置きまして。結構奥行きがいるっぽいね。なんで、こんな感じで置いて。お、なにこれ？雨？ なにこれ？ カービィのキャラクターみたいな怖いの出てきたな。かけとく、一旦。好きなんだろうね。なんか個性的だよね、この子、ものすごく。あ、出ましたね、これ。卵焼き。わあ、卵焼きゾーンか。で、ジーンズ来たんで、あー、ちょっと色も違うね、ちゃんと。あ、これもそうですね。おー、いろんなの出てくる。楽しい。いろんなの、マリオカラー出てきたな。おー、なんか、うわ、かけたくなるものいっぱい出てきたけど。うわー、どうしよっかな。でも、かけられるのがね、限られてるんで、結構、これってね。キャラティーとか、キャラティーもね、結構大事にしたいんで、個人的には。なんで、シワにならないようにした方がいいと思う。いやー、どうなんだろう。いや、これどういうのがいいんだろうね。このキャラティーもんってさ、畳んでる方がいいのか、こっち。いや、でもシワになりやすいんだよね、普通にこうキャラティーって。なんで、こういう感じでかけた方がいいな。よし、こうしておきます。おっと、いっぱい出てきますね。卵焼きね。はい。すごい、え？ 虹色の卵焼き来たんだけど。あ、ありがとうございます。ちょっとね、これね、もう終わりだと思うんで、一旦ちょっと、この辺にね、これ入れていきましょう。はい、入れていって、あとね、どれぐらい、なんつうんだろう、直さないといけないのかってパって出てくると思うから、それで取って決めようかなと思います。あ、これ入る？うわ、これ入んなかった。ちょっとやだ。入って、入って。うわー、やだもう。あ、入る、入る。よかった。よかった。待って待って、これさ、逆だ。もうこの、ちょっとしたこだわりね。これ、ちょっとしたこだわり。よし、ありがとうございます。で、似てるんで、この辺似てるんで、こんな感じにして、よし、俺のね、こだわりを一旦入れといて。わ、完璧じゃない？これ。逆だね、これ。あや、もうこれでいいや。よし。完璧しすぎますね。はい。どうしよっかなー。あ、これさ、この上とかどうかな。んで、わー、バッグか。バッグねー。いろいろね、あるからね、困りますね、これは。いろいろね、やることがあるんで。わー、服もね、めっちゃあるからなー。どうしよっかなー。どうしようかなって感じ。いや、この服ね、この服シワになりやにくいから、そう、こういう服ってね、なんかポロシャツ系っていうのかな、はシワになりにくい気がするんで、こういうのを多分ね、なりやすいから置いときましょう。んで、そのかっこいい服。よし、こんな感じに上に置きます。よし。上置ける？あ、置けないか。これ困るな。これがマジで謎。謎すぎるんですよね。あ、置きましょう、ここに。入れといて。バッグがね、どうしよっかなーっていう感じなんだよね。ここにも置けないね。あ、これ良くない？割と良くない？これ。結構俺好きなんだけど。よし、こうしとこう。んで、靴なんだけど、うわ、靴ってこの下置くのがいいのかな。うわー、そうなのかな。いや、こういうのがいいのかもしんないね。
そういうことか。じゃあこう置きましょうか。あれ、これ足りる？足りますかね、これ。足りなかったらちょっと悲しいんだけど。うわー、絶対そうだ。うわー、こっちの方がいいもん。じゃあこのウクレレはそうですね、この辺に、どうしようかな、この辺に置きましょう。よし、いいんじゃないかな。あと本をね、あの別の場所に置きましょうかね。んで、あーでも引き出しもあんのか。引き出しあるんだったらこっちに入れといて。ここちょっとまだ使ってないんですよね。これ入れる？うわー、どうしよう。いや、なんか迷う。すごい迷うんだけど。めっちゃ迷う、これ。いろいろ選択肢があるもん。うわー、どうしよう。え、しっかり見えてんのすごくない？これ。透明の。やばいな、この再現度。うわー、どうしよう。一旦この本を切りに行きます。この本を、本コーナーに、こう、美術コーナー、あ、入んない。どうしよう。いっか、これで。よし。んで、さあ、何が間違っているのか、見ていきましょうか。はい。ここでね、赤が。わー、結構表示されてる。一旦ちょっと見ていい？一旦。一旦どれぐらいね、赤になってるか。この部屋は、3つですね。これは？うわ、めっちゃない？これ。2つか、ここは。ここは？あ、カップ全部ダメ？コップ全部ダメなんだ。マジか。傘も違う。これも違う。うわー、すごい量だ。あー、そりゃ違うよね、キッチンペーパー。これは俺もふざけてるよ、だいぶ。はい、とりあえず直していきましょうか。直すシーンは、まあ、とりあえずカットで、あとね、あの、修正した後の、動画流れると思うんで、その時まで、よろしくお願いします。さあ、片付けてきました。今ね、右下に星マークついてると思うんで、とりあえず、ここに置けっていうものは置いてきました。まあ変更点なんですけど、まあこの引き出しから見ていこうかな。まあ、ここは変わってないかなっていう感じですね。この引き出しもにこれの袖を入れたっていう感じで、下には、ウクレレとこれなんかカーペットみたいなやつで、ここにぬいぐるみありまして、靴ここに置いて、でシワになりそうな服をここに集めました。であとはここにね、昆虫のやつ、ここじゃないとダメって言われたんで、この2つ。で、引き出し、ここね、何も入ってないですね。はい。何も入ってないです。で、ここに、あれですね、あの、パンツたち。で、ここに、一番下に下着類ですね。続いてこちらの部屋なんですけど、まあ、もう、あんま変更点なくて、この辺とかも。もう一個絵描いたら、ここに3つ目並ぶよ、みたいな感じの、配置にしてみました。で、あとね、これね、引き出さないといけないっぽかったんで、ここら辺に置きました。で、もうこれ、よくわかんない。よくわかんない装置、新種の割り箸みたいなやつはここ置いて、これに関してはね、こっちの机置かないといけないっぽかったんで、こっちに置きました。んで、まああんま必要のないままこっちに置きましたね。で、ヘッドホンね、あんまりね、ぐしゃぐしゃしすぎるのもおかしいかなと思ったんで、ヘッドホンこっちに置きました。はい、よし、いいんじゃないかな、この部屋は。で、続いてこちらですね。こちらなんですけど、正直ね、最初に配置した家具結構いい感じにできてたんですよね。で、コップがね、全部ここ並んでたと思うんですけど、もうダメって言われたんで、こんな感じで置きました。コースターと一緒に置くのもありかなと思ったんですけど、なんかちょっとそれはそれでね、インテリアみたいになっちゃって、まあ悪くはないと思うんだけど、まあこういう感じにしました。んで、引き出しとかも見るか。まあ、この辺は変わってないですね。あ、ちょっとラップとかが変わったのかな、位置。ほら。あ、これじゃない。ラップの位置が、ラップ同じだったわ。これなんか、ゴキブリの横に置いてたやつをここに置きました。あんま良くないよね、ゴキブリの横っていう。で、掃除用具っぽかったんで、ここに置きましたね。赤い、ブラシは。で、続いて、ゴキブリホイホイはこっちに置いて、あとこっちに、ポットとか、でかいものを置いて、電子レンジやっぱここで合ってるっぽいわ。でも明らかにね、上すぎんのよ、これ。上すぎ、レンジンなのよ。で、上杉レンジなのよ。だからちょっとやりづらい感はあるんだけど、まあとりあえずいいでしょう。で、ここにね、サンタス1ってね、やりたかったんですけど、ここのね、開けるところのせいでくっつかないんで、これ下の方にね、空きスペースがいっぱいあるってことで、こうやってサンタス2は1っていうね、もうありえないぐらいバカな回答。
したらなんかステッカーもらったんだよな俺。はい、ありがとうございます。でこれもね、あのインテリアとしてって感じですかね一旦は。あと変わった部分はキッチンペーパーここに置いたって感じですね。さあ続いてこちらの部屋、杖の位置を1マス移動したら OK もらえました。あとこれはですね、あのこちら側に赤になってたと思うんですけど、こちら側に置いたら大丈夫だったんでこっちに置きました。でなるべく同じような系統のゲームとか DVD とかを、まとめた感じですかね。 OK。 んでリモコンとかコントローラーとかすぐとあのやりたいやつは、ここにあるということで、これどうしよう、ちょっと待って、うわ、いやでもいいよ、いいんだよな俺の配置これ。あの後ろにこの観光みたいなやつを置いといて、あのまた買ったらここにまた並べていくみたいな感じのスタイルにしたいんですよね。でこれ謎なんだよねこれ、そうこれが謎くて、ちょっと変更していい？よしこんな感じに置いといて、わーどうしよう。うわーなんかいろいろあるな、いろいろ選択肢あるんだけど、いやこうしてきます。よしこんな感じにしました。オッケー。あとは、あ、お風呂場か。お風呂場の変更点はもうほぼほぼなくてですね、この辺とかも全く同じですね。はい、アイロンとかありまして、爪切りセット何もない。何もないが結構多いですね最近。んでこの辺にディポディ、あの俺の視力の D が書いてあったり、あとね一旦流して、んでこれね、あれっぽかったね、あの掃除用具っぽかったね。よしオッケーかな。よし、じゃあどの部屋にしようかな、どの部屋でオッケーもらおう。うわちょっと待って、この部屋、うーん、これも結構綺麗なんだよな、3たす2は1。3たす2は1。うわー、だーどうしよう、どれも綺麗、どれも綺麗、アンパッキング映ってるところがいいなと思ったりもするんだよね。じゃあこれにしようかな、ちょっとごちゃごちゃしてる、感じ出して、あえて開いとこう、あえてこう、あえて開いとこうかな、こうやって。いやなんかおかしいな、それはそれで。よしこんな感じして、なぜかここだけ空いてるみたいな。よしオッケーもらいましょう。よし結構時間かかったね、でも2時間ぐらいでしたね俺かかった。何フェニックスみたいなのもらった。可愛いフェニックスもらったね。よしよしオッケー、予算内でいい場所が見つかってよかった。おー、なるほどなるほど、それ良かったじゃないですか。2013年の1月ですね、予算以内でって。一人暮らしやっぱ始めたのかな、そうだよね、なんかそんな感じするわ。 OK、 続いては何年なんでしょうか、2015とかかな。おお来たー、どういうことどういうこと、どういうこと、あれ、変わってないじゃん、変わってないよ、待って、変わってないんだけど。いや、ちょっと追加されたり。あ、3たす2、余ってる。俺の置いたさ、家具たちさ、に追加されてるんだ、これ。待って。ちょっと鳥肌やばいんだけど。俺がさ、置いたやつね、参考にされてる。すげえ。待って。ほら、これ、俺の置いた家具の配置じゃん、これ。すごい。このゲームすげえ、オートで、判断して追加してくれたんだ。待って、いろいろある、これ。次次回楽しみなんだけど、めっちゃ楽しみ。引っ越してないじゃん。引っ越してないじゃん、しかもひよこ増えてるし。待ってこれ。すげえ楽しみ。次回ほんじゃ、やっていこうかなと思いますんで、まあとりあえずさ、この家なんでこんなとこ置いてんの、おかしいって、絶対こっちだって。最後にダメ出しして終わるっていうね。